皆さんこんにちは、おやじです。2022年11月何日になるんだ今日は。18ですね。そんなところで今日もざっくばらんにやっていこうかなと思っております。18日かな今日。18、19、20、19ですね今日ね。19日の土曜日です。そんなところで本日もざっくばらんに野上代わりに聞いていただければなと思っております。時間がね午前2時半回ったとこですね。はい、いつもの夜勤明けです。眠いです。でもね、眠いけど、休みなんでね、もうね、はい。もうこの瞬間から休みと言った感じでね、長い一週間がね、終わりましたよ。あとはこれ家帰ってね、ご飯食べて寝ます。3、4時間、4、5時間寝たら、活動しますけどね。はい、で、今日のテーマはですね、退職理由と、会社を退職する理由は何ですかと、いったことについてね、考えていこうというか、話していこうかなと思っております。なんでこんなテーマにしたかというと、まあ、我が社でも、もちろん入社する人もいれば、退職していく人もいるんですよ。で、円満退職というか、定年退職とかでね、そんな退職ならいいんですけれどもね、まあ、何かしら、なんというんですかね、まあ、夢を持って来るわけですよ。ここの会社、いい会社なのかなと。で、給料はどんなのかな、人間関係はどうなのかな、仕事の内容はどうなのかなと。そんな感じでね、まあ希望と夢を持ってね、来るわけですわ。まあ皆さんもそうだろうと思います。次に勤める会社こそ、もう自分が定年までに勤めたいなと。みんなね、もうどうでもいいや、気に入らなかったらすぐ退職してしまえばいいやと、そんな考えの人はね、そうそういないんじゃないのかなと。やっぱり皆さんね、次に行く会社がいい会社でずっと勤められればいいなと、そんな思いで、まあ転職とかね、するんだろうと思いますけれども、私もそうです。私もそうですよ。1ヶ月でとっとと辞めた会社も、まあ次にですね、次にまあ何だったかあれはお試しで、まあ1日ほど横乗りでついていって、ダメだこの会社はと、まあ、その会社もね、夢を持って行ったわけですよ。ここの会社いいのかなと。で、やっぱり、ああ、ダメだな、これは自分に合わねえなと、この仕事は自分やっちゃおられんなと、そんなとこでね、やめてしまうわけですよ。すいません、あくびが出ました。
で、私も、まあ、転職退職は3遍ぐらいしておりますけれどもね、まあ、辞めるときには私の場合はですね、一番最初にね、高校卒業して入社した会社が、まあ、そこの会社はね、給料がね、もうすごい安くてね、辞めましたね、1年で。そこが給料でしたね。で、2番目に辞めた会社はですね、35年勤めたんですけれども、あと5年勤めればね、まあ、定年まで勤められるといったところでしたけれども、まあ、定年まであと5年でしたけれども、とっとと辞めましたね。で、そこの会社はね、人間関係でしたね。こんな男の下で働いとったらろくなことにならんなと。まあ、35年目で、まあ、私の上司に就いた人がね、まあ、で、まあ将来性がねえなと、こんな会社定年退職までいても、何の価値もないと言ったところでね、とっとと辞めましたけれども。で、次に1ヶ月で辞めたところも、まあ人間関係ですね。こんな上司には、上司というか、まあ、一応は上司になるんでしょうね。こんな会社を、こんなやつをリーダーにする会社はろくなもんじゃねえなと、いたところで、まあそこも人間関係でしたね。ですので、まあ、夜勤が、犬が、で、まあ、お金で辞めたというのは一社ですけれどもね、あとは人間関係でしたね。で、今の会社はどうだと言ったことを言われますと、まあ私にとっては合ってますね。今の仕事、まあ毎日広島便行ってますけどね、毎日広島行っておりますけれども、まあ荷物も他の人はどう感じるか分かりませんけれどもね、私にとってはまあ別に積みやすい荷物ではありますけれどもね、まあ全部パレットですけれどもね、まあ、崩れやすいですけれどもね、それをいかに崩さないかしっかりと積んで輸送しております。で、荷物事故もこの会社に入ってから、まあ、3年4年目ですけれどもね、ただの一度もないといったところでね、自分にとってはまあまあ仕事をこなしてるし、給料の部分にもね満足しております。はい、十分すぎるというかね、まあ満足いただける額をもらっているので、まあ満足ですね。人間関係も悪い人間はいないし、皆さんいい人でね、人間関係も良いと、上司もいいとなところですけどもね、まあそんなうちの会社でも何人か退職していった人はいますけれどもね、で、辞めていった、退職していった人もね、まあ、会って話することもありますけれどもね、まあ、別の運送会社に、ね、なってしまいましたけれども、まあ、まあ、半ば後悔している人もいましたね。やっぱりそこが良かったですよと。ちょっと後悔かなみたいな人もね、いましたけれども。まあ中にはね、いやいや、まあ、とっととやめてよかったよという人もね、当然いると思うんですよね。はい。そんな中でね、やっぱ、
私はね、同じ仕事をしてきて、同じ釜の飯を食うっちゅうんですか。まあ仕事の内容はね、仕事の内容というか、まあそれぞれ違った瓶、違った瓶をやると、まあ内容も違うんですよね。なので一概には言えませんけれどもね。でも、辞めていった、まあ、あの人は辞めたよというのをね、聞いたらちょっと寂しいですね。まあ、仮にも半年1年もね、まあ、一緒の制服を着て、で、まあ、それぞれ夜勤とか日勤でね、そんなにしょっちゅう出会わないんですよね。で、話もそんなにね、することも少ないんですけれども、やっぱりね、辞めたよというのをね、聞くと、ちょっと寂しいです。せっかく頑張ってきたのになぁと。まあ、その反面、またどっかでね、会うかもしれないなぁと。いった感じもあるんですけれども、もちろんあるんですけどもね。まあ応援したいですよね。まあ次の会社でも頑張ってよと。次こそは定年までおられるように頑張ってねといった感じでね、応援はしたいと思います。はい。どんな理由で辞めたのということなんですけれども、まあそれぞれ皆さんね、あるんでしょうけれども、まあうちの会社はなかなかね、まあまあの、手当てをね、くれるんでね、お金、給料が安いというよりは、やっぱ仕事の内容がパッと変わった時に、その仕事を、こなせるかどうかですね。で、環境も変わるのでね、今までちょっと楽な、比較的楽な仕事を、楽なというんですかね、まあ自分に合った仕事で、まあこなせていたと。でもその仕事がなくなって、で、次の便というんですかね、新しい仕事とかもね、入ってくるわけですよ。で、まあその仕事になった時に、まあ、やらなければしょうがないですよね。もう、この仕事を受けたから、この仕事をやってくださいと。で、その時にですね、まあその仕事がこなせないと。で、私どもの会社はですね、リフト作業が主なんでね、トラックの運転よりはリフト作業で200するのがね、主な仕事なので、それに順応できないと。で、時間に追われる。で、今まではこなしていたのに、ちょっとこの仕事は無理だなと言った時に、挫折して辞めていかれる人が、まあ何人かいるといったところでね。まあそれでも頑張ったんでしょうけれども、まあそれでもね、あ、ちょっとこれはもう自分には無理だなといったところでね、もう退職を考えるんだろうけれども、まあ寂しいなと思いました。はい。まあ同じ制服を来たね、同じ社員が退職するというのはちょっと寂しいなと思いました。はい、そんなところで本日の動画以上です。ありがとうございました。あなたの退職理由は何ですか？